JR 西日本が時速300キロの扉を開けました。500系のぞみ、新大阪博多間を2時間17分で駆け抜ける JR 西日本のフラッグシップトレインです。それはまさに技術も哲学も新しい新時代の新幹線です。最高時速300キロ、それは営業車両としては世界最速。お客様はこの500系のぞみで未知のスピードを体験します。博多、新大阪、東京、平成9年11月29日500系のぞみは山陽東海道新幹線を一直線につなぎます。ここに日本の高速鉄道の歴史は新たな時代に突入するのです。500系のぞみのスタイリングは空力性能の向上、低騒音化などを追求した独特のスタイリングです。ロングノーズの美しい形状は餌を狙い水面を突き破るカワセミのくちばしを思い起こさせます。500系のぞみのスタイリングのヒントは自然界にあったのです。ただ速いだけでなく、500系のぞみは走行中の振動を抑える技術や柔らかな照明などを導入し、お客様がよりリラックスできる居住空間を実現しました。またサービスコーナーなども充実しています。新スピード、新スタイリング、新アメニティ、すべての技術が新しい夢の新幹線500系のぞみ。それはまさに新幹線新バージョンなのです。